うですね。昔はある貴族の館だったそうですよ。それはそうですわ。毎日お掃除してますもの。5人で手分けしてますから、そんなに大した手間でもないんですよ。はい、私とファムちゃん、マージちゃんとアメリアちゃん、それからエリカちゃんの5人ですわ。お食事の時にみんなにご主人様をご紹介しますわね。ご主人様、どうかなさいました？まあ、ご主人様ったら、ご心配なく。おじい様から十分にお手当はいただいてますのよ。はい、この館に住まうことができるということ自体、私たちには大きな報酬になっておりますし。ですから、ご主人様はそんなご心配はしなくてもよろしいんですのよ。こちらがご主人様の寝室になります。とりあえず夕食の準備ができるまでこちらでお待ちくださいませ。何かご用がありましたらベッドサイドの鈴を鳴らしてくださいませね。
大丈夫ですわ。このお屋敷のメイドはみんな耳がいいんですのよ。あ、でも。アメリアちゃんにはちょっと聞こえないかも。そうじゃなくて、アメリアちゃん以外の人の耳が良すぎるんです。それでは失礼いたします。
積極的なのにゃん。そこまでだ、エリカ。エリカ、部署に戻れ。ご主人様、申し訳ありませんでした。私はアメリアと申します。ご主人様の身辺の護衛をさせていただくことになっております。
それが私の仕事です。私はあなたの盾になるべくここに参りました。あのね、エリカのお仕事はご主人様の遊び相手なんだにゃ。エリカ、黙りなさい。アメリア、怖い。永久に口が聞けないようにしてやろうか。飛んだ粗相をしてしまい申し訳ありませんでした。彼女には私が強く言い聞かせておきますから。そうおっしゃるなら了解いたしました。さあエリカ、行きましょう。では、失礼します。ご主人様、よろしいですか？お食事のご用意ができましたので、1階の食堂においでくださいな。退屈なさったんじゃありません？エリカちゃんですわね。メイド頭ですもの。皆さんのやりそうなことは分かってますわ。こちらです。
こちらでお待ちくださいませ。みんな来たのね。だって来いって言ったじゃない。遅くなりました。はい、ご主人様、お食事の準備ができる間にみんなのご紹介をいたしますね。この子がフォニーム、ファムちゃんです。こら、ファムちゃん、ご挨拶は？別によろしくしてくれなくてもいいからね。申し訳ありません。この子がアメリアちゃん。ご主人様の護衛とこの館の警備担当ですわ。アメリア・フォスリーゼです。よろしくお願いいたします。ご主人様、私の仕事ですから。索敵とその対象の除去です。はい。マージちゃんにはさっき会いましたよね。マージ、フォイエルバッハです。マージちゃんはお庭とかのお掃除、あとアメリアちゃんと一緒に屋敷の警備をしてもらってます。ところですわね。先代のご当主の命令でもありますのよ。
屋敷の厳重な警備は。はい。私のことはマージって呼んでください。どうしたの、マージちゃん。あ、なんでもないんです。変なマージちゃん。